さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。有吉弘行でございますけれども、2014年3月16日、本日はですね、なんと録音ということでございまして、はい、安田ちゃんと二人でやっていこうと思います。はい、安田ちゃん、はいはい、デンジャラスの安田ちゃんでーす。はい、そちらいかがですか？こちらですね、今、午後10時15分を回ったところなんですけれども、非常にですね、お天気もよろしくて。すいません、どうぞ、はい。はい、お天気もよろしくて、はい、とてもラジオ日和になっております。はい、ありがとうございます。遠いな。遠い場所でやってんだ。どこにいるイメージでやってました、本当に。いや、なんとなく。お互いに意思疎通なってるかな。僕は半蔵門のあたりから。いや、そこでそんなに生まれないでしょ、音の差。まあそうですね。俺も完全ブラジルですから。もうワールドカップもそうですよ。さあこんばんは、太田プールの真珠広島軍団怪談自分人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFA のスタジオから生放送ではなく録音でお送りしておりますサンデーナイトドリーマー、今月アシスタント担当この人です。はい、デンジラス安田です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。すみません、お願いします。うん、気をつけろよ。かぶって、何回かぶっていくからな、さっきから。すみません、なんか、な、はい、気をつけろよ。すみません、千原さん、すみません。うん、いいけどな。ちょっと一曲聞いてごらん。早いです、早い早いよ、曲。じゃあ千原さんいいんですよ、どうでも。はい、そうですね。さあ今日はまあなんか一応ね、まあ録音ということでいろいろやるんで、ゲストは特にないんですけども、はいはい、まあなんか春からのアシスタントどうしようかななんていうお話もしつつやっていこうと思うんですけど、まあだから女性アシスタントをね、今日本番前もこの録音前もなんか高井さんとかと女性アシスタント入れるかどうかって話とかしてて、なんかでもうちのやっぱり女性アシスタントって言ったらもう爆芽の元爆芽だから、もう小出と鈴木しかいねえっていうのと、高井さんもじゃあ小出ととか言うから、それはちょっと小出は別に俺女性として見てないからっていう話なんだよ。あ、そっか、女性枠としては考えてない。そうそう、あれはもうまあうちの後輩枠っていう枠ですから。俺が欲しい女性はそういうんじゃないんだよ。じゃないんだよ。だから俺が欲しいのは本当にもうその恋愛に発展するようなそのまあお色気ちゃんですよね。はいはいはい、が欲しいわけで、あの熟女熟女の鈴木じゃないんですよ。はい、そうですね。もっと若くて綺麗で、はい、ちょっと、うん、ちょっと低層観念が薄い。ちょっと。そういう女の子くれたいよね。だからいるでしょ、なんかヤンマガだヤンジャンだ、雑誌見ていっぱいいるじゃないか女の子。声かけてないでしょ、だって全然。そうだろ。あ、やばいだろ。千春さん、すいません、なんか千春さんがそんな人に思われるじゃん。いや、それはあるんですよ。だから女性をね、ちょっとまあ、俺はね、うん、俺は個人的には、いや、まあ、リスナーがどう思ってるかは別なんだけど、はい、どうね、はい、俺が女の子とイチャイチャしながら、手つなぎながら放送したりすることに対して、このリスナー、ゲスナーがどう思うかがまあ問題なんだけど、うん、だけどさ、それは別に映らないわけじゃん、別に俺とその女の子が手をつないでやってることなんていうのは。俺ももう40歳のもう芸歴20年ぐらいのプロですから、はい、それはもう声にも出さないしね、その手つないでイチャこいてる雰囲気をね、声には乗せないから、だからやっぱりやらせてほしいなと思うよ。女の子が声出しちゃうんじゃないですか、やっぱり。それは困っちゃう。それでも女の子の方が切っとけばいいじゃん、マイクを。マイクを切っとく。女の子の方はマイク切っとる。じゃあもう一人でやれよ。マイク相槌も別に入んないってことでしょ。だからなんか思うんだけど、やっぱその年末のアシスタント選手権に向けて、いつもまあいろいろ芸人さん呼んだりとか、うちの後輩いっぱい呼んでるんだけど、
どうかな、ちょっとまたシステム変わってくるかもね。もう同じことばっかりしててもしょうがない。順位も大体決まってんだもん。お前大体上位いるしよ。私ね、なんか知らないですけどね。まあ AKB のまあ模倣でやってたわけですから、でも AKB のシステムも模倣してやってたから、まあちょっとまあ新しいことをやっていくかもしれないなっていうのも視野に入れつつ、まあいろいろ決めましょう今日ちょっとアシスタントのことも、はい、はい、というわけで有吉スタンデーナイトドラマ今夜も最後までお付き合いください。東京半蔵門 JFN のスタジオから録音でお送りしております有吉力サンデーナイトドリーマー、はい、今月のアシスタントはデンジラス安田です、はい、まあ、メールの募集は今日は録音ですのでいたしません。すで、はい、に届いているメールの方を紹介していただきたい。はい、どうぞ、はい、安田さん紹介。はい、安田さんの元には、まあ、はい、メールがないんです。ないですよね。これがアシスタントの限界なんですよ。ね、安田さんは自由にメールさえ読めないんで、それがアシスタントだからね。そうなんですよね、うん、この番組そうなんですよね。そうです、僕だけが読む。そうですよね、うん、でも何が進むのかこれからも全然わかんないですよね。格差でしょ。格差すごい。だからやっぱりそのそうするとさ、やっぱ有吉さんって偉い人だなと勘違いするでしょ。いやもうだから最初に来た時はそうでしたよ。そうです、時間もわからないし、うん、台本は一応渡されてますけど、台本なんて合ってないようなもんですから、それでスパンと切っていくじゃないですか。うん、だからもう一人で勝手にやってんのかって最初思ったんです、うん。メールも勝手に読むしね。勝手に読むし。だから若い女の子なんて来たら、それが。いやもう、それでやったら、あれさ、すごいなと思う。あれさ、一人で回してんのかなっていう。それでたまに手握ったり、おっぱい触っちゃったりして。声出ちゃったりしてね。いや、ちょっと。早急に女性をちょっと、もうこんなんで本当に呼んじゃったらそうしてるって思われるからな。そうだ、ね、あんま言わないようにしよう。するんだけど。ね、メールいろいろま来てんだけど、はい、ね、安田さんにも来てんのかな。やりさんこんばんは。ラジオネームダッヒー。おい安田、はい、録音でな、2本目だからって気抜くなよ。それも注意されてるわけだね。ラジオネームゲゲゲのゲスタロ、うん、おい安田声汚ねえぞ、床の洗剤でうがいしろ。すごいほら。いや知りませんよ、知りませんし、うん、読む必要ないでしょこれ。全然なんで安田さんに来てんのいっぱい。あ、そうですか。ラジオネームエスロ、はい、安田さん、はい、先ほど息子の先ほどのね、うん、息子のカブト君に手を挙げて暴力振るってるって話事実ですか。安田さんは優しいパパだと思ってましたが違ったんですね。見損ないました。おい引退しろって。やめなさい、子供のこと巻き込むんじゃないよ。手出さない、出さないですよ。そう、ただね、若干ちょっと喋るんですよ、うんうん、少し、うん、まあ、まあ、はっきりとした言葉じゃないんですけど、うん、その言葉がお父さん、いやなんでさ俺が言う前で言うんだよ。なんで俺が言う前で言ったって、ね、そういう、もう言わない言わない、いやもう言わない言わない、お水ぐらい飲ましてよ。言わないし、言わないわ。そんなはっきり言わないわ、言わない。それだったらもうちゃんと喋るってことだろう。まあいいです、いいですもん。もう一枚じゃあ読もう。はい、ラジオの不要義務、うん、F ながら、うん、クソジジイの安田に質問です。毎日何が楽しくて生活してるんですか。これズバリ、はい、美味しいご飯を食べるということですね。美味しいご飯って言ってもあれでしょ。はい、あの麦飯にお味噌汁かけたやつでしょ。何時代だよ。平成だよ、平成。平成か、そっか、うん、玄米か、玄米にお味噌汁かけたやつか。玄米はちょっと入れてますけど、ね、入れてるよ、はい、そうだろうな。そうだろうなじゃないんです。お前みたいな、まあそうだ、お前みたいなもんってそういう意味の玄米じゃないんですよ。まあ結構送ってきてくれてんだけどね、うん、そうこういうのいいね。ラジオネーム JJ エイプね、うん、野球選手で一番サンドリのアシスタントになってほしい人誰ですか。いるかな。野球選手で、野球選手、まあ喋り達者な人ってまあいるじゃないですか、はいはいはい、回数、まあだから
いわゆる誰？バラエティなんかも出てる人は、まあ、元木さんとか、まあ、牧原さんとか、と解説で、まあ、掛布さんなんかもそうですよね。坂東英二さんなんかもそうだし。宮本さんとか。宮本さん。あの人たちは嫌ね。嫌なんだ。あの人たちは絶対嫌。なんでかったら面白くねえから。はっきり言うね。はっきり言ったら今。いや、合わないじゃん、テイストが。なんかあの日常の面白い、おじさんの会話が上手い人たちだから。はいはいはい。あんまこういう、あんまこういうところでは出会いたくないんだよね。この前社長とパーティーやってさっていう話が得意な人たちだから。そうです。あんまりちょっと聞いてらんないから。だからやっぱ逆に言うと、やっぱほら、やっぱちょっとこわもての人の方がいいよね。じゃあ張本さんとか。張本さんでもいいし、清原さんでもいいし。いいよね。清原さんいいんじゃない？清原さん。うん。サンドリのアシスタントになってほしい人、俺清原さん。清原さんですか？うん。うん、アシスタントね。やっぱ一番ネームバリューもあるしさ。俺やっぱ清原さんがアシスタントが一番いいなと思うね。なんか、あれ、ちゃんとメールフォームはとかって読むわけですよね。そうそう。www 。まあそうですね。まず時間大丈夫ね。はい、大丈夫です。なんだろうな。ラジオネームバスケットカウント。二日前。そうね。今日16日だから、はい、14日ね、うん、14日ホワイトデーでしたが、うん、有吉さん女性に何かあげたりしましたか、うん、安田さんは金銭的問題があることが分かっているので無理して答えなくて大丈夫です。ホワイトデーのお返ししたことは俺ないね、一切。あ、一回もない。一回もない。だっていや、白いものあげるんでしょあれ。違いますよ。そんなもんだって人、まあ、そういう意味であげたことあるかもな。うるせえよ。白いお返し。バレンタインデーのお返しに、ホワイトデーに白いものを、女の子にプレゼントしたことはあるよ。ありますか。袋に詰めてね。袋に詰めて。ちゃんと袋に詰めて。袋に詰めて。うん。それ何にも包まずにあげたら大変なことになっちゃう。大変すごい喜んじゃうから。やっぱり、袋に、ラップに包んで白いものをやっぱプレゼントすることあるの。何それ何それ白いものをあげるわけじゃないですからね。違うの、マシュマロとかホワイトチョコとか。まあでもなんかわかんないですけど、まあね、マシュマロだ。うん、キャンディーだとか。女の子はでもそれある程度期待してんのかな。期待してる人もいるだろうけど。してない人もいるんだ。いるよね。別にあんなも3月10、2月14日のバレンタインならもういいよ、もう配っとけやつって言う子いるよね。そうね。ホワイトデーってちょっと廃れてきてません？また昔より。うん、そうかもしれないですね。何でも盛り上がるでしょ。ハロウィンとかもクリスマスもどん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 盛り上がっていくのか、ちょっとホワイトデーだけちょっと下火ですよね。うん、正直。そうですね。いい傾向ですね。うん。いい、うん、俺もだからまあホワイト、そうね、ホワイトシチューぐらいなら返してやってもいいけどな。ホワイトシチューとか、ホワイトシチューを返す、うん、ホワイトソース的なものならなんか女にプレゼントしてやってもいいかなと思います。まあでも今日、今もうだって3月、今日何日だっけ、16ですね。だけど録音日はそうだけど、これがと今日撮ってんのが9日です。9日だからまだホワイトデー前なんですよ。はいはいはい。だから俺だから3月14日だから今年は女の子返すよ。だからなんか白い、うん、ホワイトシューですか。山田が嫌な顔見んなよ。ホワイトシュー、ホワイト、俺のホワイトシューを女の子に大丈夫ですか？何が？そんなして、なりません？なんで捕まんのよ。なんで捕まんなきゃいけない、お返ししてんのに。ホワイトシューあげるっつってね、プレゼント。お返しで。何人も？そうだよ。もらった一人？で、前日にそれだから作っといて。すごいな、騒然とするな、俺は。大丈夫。もう変な質問しないでよ。うん、そんなわけで、はい、まあ月替わりのね、うん、アシスタントでまあやってるこの番組なんですけど、まあ3月はまあ安田さんですよ、はい、2月はまあダリハニーが来てくれたりしてましたけどね、うん、4月誰にしようかなっつって、うん、まあ誰でもいいっちゃ誰でもいいのよ別に、はいはいはい、だけどなんかもう疲れちゃってさ、疲れた、なんかもうなんだろうな、こもり、こもり、うん、なんか
滝沢と山野とかさ。めんどくせえな。相手で？だったらもうなんか、話が合うやつとだけやっててえな、みたいなことがあるんだよね、実際。まあ安田さんとか、まあ、吉川とか。はいはいはい。まああんな、まあ、3人か4人ぐらいで、1ヶ月回してくれりゃいいけどな、と思ってる。でもまあ、でもし、まあね。はい、まあせっかくの縁だから、いやまあそうですよ、うん、一緒にやっていってね、はい、アルコ&ピースじゃないけど、はい、またオールナイトニッポン2部任されましたよみたいな、うん、やつらが出てきてくれたらいいじゃない、うん、だからまたやる、やろうよ、アシスタントとめんどくせえけど、うん、めんどくせえけどだから今からね、はい、春のアシスタント優先オーディションということでね、何人かのアシスタント候補に電話しまして近況を聞いたり、とっさのリアクションをリサーチしたりとか、どれぐらいまあ肩が仕上がっているのか、実力は上がってきているのか、ラジオに対する適応能力どれぐらいあるのかということをチェックしていきたいと思います。まあ卒業シーズンでございますので、卒業の思い出とか、うん、おい卒業おめでとうって言ってみたりとか急に急にその時に、うん、ちゃんとね、うん、本当にもう泣くぐらい、うん、感動してくれたりって、ね、点数高いよね、それはね。あ、そう、それ急にだ。電話するってことですか。そう、今から電話する。電話して急に言うんですか、そんなこと。まずはね、あれ、小説が出たんだよ。こいつの小説が出たんですよ、この前。マシンガンズ滝沢。あ、まあ。出入り禁止なんですけどね。だから、スタジオに呼べないんだけど。まぁちょっと、テストしようよ。いやでもすごいことだからね、小説出たってこと自体はね。そうですよ。だから今もう大先生になるかもしれないから、ちょっと一応ツバだけつけとこう、はい。なるほど、なるほど。いいですかね、繋がりますか、はい、いつも。はいはいはい。もしもーもしもし。もしもし。もしもし。あれなんです。有吉清隆の、あれなんです。あれなんです。有吉清隆のあれなんですっていう番組なんですけど。いや、サンプリじゃないですか。いや、有吉清隆のあれなんですっていうお昼の番組なんです。お昼の番組で。ええ。ですか。滝沢さんですか、はい、滝沢です。マシンガンズ滝沢です。あれなんですです。あればっかりでなんか、どういうことですか。滝沢さん。滝沢です、はい。卒業おめでとうございます。いやー本当に、いやー卒業できて嬉しいです。何から卒業されたんですか。そうですね、今は思いつかないですけども、いや、はい、卒業はしたんですよ。はい、できればアルバイトを卒業したいなっていうのはありますけど。いや、今思いつかないとおっしゃいましたよね。はい、はい。じゃあなんでアルバイトから卒業したいって言ったんですか。なんか言った方がいいのかなと思いまして、無理やり、はい。いや、無理やり言われても困りますよ。怒ってらっしゃいますか。いや、怒ってませんけど。あ、本当ですか。はい。最近どうですか。最近、そうですね、小説を出させていただきまして、かごめという、ケチャップの本ですか。ケチャップの、ケチャップの、そっちの企業の方のカゴメじゃなくてですね、小説のタイトルですね。滝沢さん。はい。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当に卒業できて、よかったなとは思います。はい。結構大変でした、卒業するの。卒業するのはそうですね、かなりの期間、3年、4年ぐらいはかかったかもしれないですね。何から卒業されたんですか。大学行ってましてですね、それを卒業しました。滝沢さん。はい。またお電話します。いやー、もうちょっと待ってください。失礼します。ちょっと待ってください。Slay Night Dreamer Live on air。だからね、はい、やっぱ俺見
たでしょ、さっき滝沢の。滝沢のオーディション聞いたでしょ、安田さん。聞きました、聞きました。で、俺、あんなやつとやってんのよ。あんなやつがアシスタントで来んのよ。やっぱ、嫌よ、もう。俺、正直嫌よ。え、もう繋がないですか滝沢。繋がない、あんなのもう。なんか、何か卒業したのと、いや、思いつかないんですけど、って言っちゃう。もうダメよ、そんなの。いや、0点とかどころじゃなくて、もう首よ。いや、だからね、もう俺嫌なの。やっぱ、なんかさ、やっぱり、いや、それもそれでいいかなと思ったけどさ、やっぱ普通ラジオっていうのはさ、まあ、メンバー大体一緒だわ。はいはいはい。メンバー一緒、まあ一人でやってる人はずっと一人でやってるし、それまあそこにゲストが来たりはするけど、あとはお笑いで言うとまあ二人でコンビでやってりゃずっとそれで熟成してって、また味になったりするもんだけど、俺やっぱ1ヶ月1ヶ月交代でさ、やっぱ1ヶ月安田さん終わるとやっぱさっきの滝沢みたいなの来るのよ、次。やっぱさ。滝沢見たいのけどもね。またね。それ、急に電話してさ、うん、卒業おめでとうございます。有吉清隆の。あれなんです。あれなんですって言われたら、うん、それはまあ多少戸惑うよね。戸惑ってもいいけど、やっぱりすぐ立ち直ってさ、はいはいはい、やっぱりファイティングポーズ取ってくれないと。気持ちはわかりますね。だからちょっとやっぱ厳しい。やっぱ出入り禁止にしといてよかったなと思う。引き続きですよ。引き続き。3ヶ月延長ですよ。長えな。ダメですよ、あんな本当に。なメールもまあ来てますか、もう来てませんか、来てましたっけ、うん。いろいろありますけどね。ね、こんなんもあるよ。ラジオネームのね、アナル海峡。うん、FM 長野、うん。僕は1月にメールをしたものです、うん。その時はセンター試験でうまくいかなかったという旨をお伝えして、有吉さんには終わったことを言ってもしょうがないだろうというありがたいお言葉をいただき、先輩ゲスナーの方々には厳しくも愛のある叱咤激励のお言葉をいただきました。僕はこの放送を機に気持ちを切り替え、必死に勉強して二次試験で挽回をし、第一志望の国立大学に合格することができました。これはひとえに、有吉さんや先輩ゲスナーの方々のおかげだと思っております。また有吉さんの人生に一段落はないという名言は僕の座右の銘になりました。今後も胸に留めておきたいと思います。最後になりますが、有吉さんの今後のご健勝をお祈りいたします。といういや、これも国立大学とか優秀あるクソバカ野郎かよ。自慢しやがってよ。やっぱ怒られた。俺高卒だからさ、こういうことやるの一番腹立つんだよな。生意気によ。先週も人生に一段落ないって言ったけど、お前にはあるかもな。なあ、ほんとに。怒られた。先週も怒ってたでしょ。早稲田に受かった子にありがとうしてたのに。別に学歴コンプレックスはないんだけど、もう40にもなってくりゃ。はいはい、ただこういう言い方、どっかでトラブル生むぞっていうこと。お前がな、アナル海峡がなっていう。海峡が。うん。アナル海峡っていう名前で国立大学行っちゃダメだよ。あ？そうだろう。それがドバ海峡だったらいいけどな。いいのかよ。ドバ海峡だったらいいのかよ。なんかそれもあるんだけど、自慢なんか挑戦してます、最近なんか こうやって国立大学合格したとかさ、なんか資格取りましたとかさ。いや、してないっすね。してないでしょ。もう生きてる価値ないよ、それもう。それ言い過ぎだよ。無気力じゃん。そんなことないですよ。何かやっぱ挑戦していかないとさ、うん、人間っていうのは生きてる意味ないよ、うん、もうガキも作ったんだしさ、ある程度ガキ育てたらさ、もう安田さんのまあ人間としての役目は終わりだよ。子供育てた、ね、そうだよ。だったらもう社会にやっぱり貢献して奉仕していかないと、うん、もうほんと死んでくれとかマシで、保険料もいるしさ、いろんなこと年金もかかるんだしさ、何をしねえだったら死んだ方がマシだよ、安田。あ？なんで俺に説教始まったんだよ。こんなメール来たからか。こんなメールか。そうだね。ちょっと気づいたね。お先変わるわ、もうすぐ。大丈夫なんだよ、挑戦しろよ、大丈夫です、大丈夫です。あ？頑張ります。ああ、はい、歌でもいいしな、ギターでもいいしな。はい。ああ、頑張ります。ああ、市原さん、ありがとうございます。うん、いいけどな。ああ。では一曲いきます。俺の曲？俺の曲ぐらいです。で、違う、千春さんの曲じゃないんですけど、すみません。松山千春で？違います。前田敦子でセブンスコードだ。なんだその歌。
This month's assistant. Dangerous. さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と、デンジラス安田さんがお届けしております。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。はい、またね、春のアシスタント優先オーディションなんですけどもね。はい。まあ、何人かのアシスタント候補に電話して、近況を聞いたり、とっさのリアクションをリサーチしております。はい。まあ、どれぐらい、まあ、できるようになってるのか、ちょっと実力っぷりを見せていただいているという感じなんですけどね。はい。まあ、卒業シーズンでございますから、卒業の思い出とかね、突然卒業おめでとうって言ってみたりした時にどうなるかという。続いてはね、これもちょっと、まあ、ほとんど出入り禁止のような状態の人間なんですけども、まあ、人気がないんですよ、この番組において。人気ないというと？人気がない、インスタントジョンソン、スギさんです。ああ。ちょっとね、これも不安なんですよね、ちょっと。だいたいヘラヘラ笑って終わると思うよ。なんで、で終わると思う。そうですかね。繋いでみましょうか。はいはいはい。今からちょっと繋ぎますか。はい。インスタントジョンソン、スギ。結婚しましてね。しましたよね。引っ越しなんかもしました。うん。なんか家も買われた。あ、来た。家買われたと思われたんですよね。あ、繋がるかな？どうだ？オッケー。出ないかな？出ないのが過ぎですよ。もしもし。もしもーし。あ、もしもし。どうもー。あ、どうも。春号岩のー。春号岩でーす。どうも、はじめまして。春号岩の何でも一番ランキングです。あ、ありがとうございます。どうも。どうも。やってますか？やってます。あなたの一番。はい。あなたの今日の一番教えてください。はい。今日の一番は、よくお昼ご飯を食べました。うん。一番だな。ありがとうございます。卒業おめでとう。はい。卒業おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。うん。何から卒業すんの？大人からの卒業です。どういうこと？ちょっとわからないですけども。はい。何笑ってんの？すいません。申し訳ないです。いや、大人からの卒業っていうのはどういうこと？もっとこう子供心を持った方がいいという意味で大人からの卒業です。少年の心を持った大人みたいなこと？はい、そうです。じゃあちょっと説明不足だね。はい、失礼しました。困るね、そんなことじゃ。はい、気をつけます。じゃあちょっと卒業ソング。はい、卒業にちなんだちょっと曲一曲お願いします。今歌うんですか？今以外いつ歌うんですか？すいません、歌います。どうぞ。はい。卒業式が来る時を知り、卒業式が来る時を知り、今春が来て君は綺麗になった。去年よりきっと綺麗になった。あ、杉山さん。はい。歌はいいですね、なかなか。ありがとうございます。なんかやられてました？ムード歌謡かなんか。いや、やってはないですけども、はい。はい、歌良かったですね。イルカさんの名残雪ですよね。はい、そうです。イルカさん名残雪をちょっと自分なりにアレンジしていただいたという感じですけども。はい。はイルカさんの好きなところどこですか？髪質ですかね。それは名残駅歌った当時のオーバーオールの時代じゃないですか。あ、そうです。今のイルカさんの髪質ご存知ですか？パッサパサですけど。そんなことないよ。そんなことはないですよ。はい、やっぱ当時の頃の方の。いや、で今のイルカさんの髪質パッサパサですけど。そんなことないです。ブルーはありますよ。そうですね。知らないんでしょ？はい、デビュー当時の方ですかね。好きな。うん、ちょっと困りますね。はい、イルカさんからも卒業されますか、じゃあ。あ、します。卒業します。
はい。じゃあまたはい。はい。はい、お電話するかもしれません。あ、はい。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、失礼します。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer Slay Night Dreamer。さあ、ということで、まあ、杉さんです。はい。まあ、だから、あんなもんですよ、ね。歌はうまい。歌はうまかったけど、まあまあ、まあまあ、なんとか逃げ切ったけど、はい、歌はなんとか逃げ切ったぐらいの評価は、やっていいか。滝沢よりは良かったね。あ、だけど、やっぱり、ハルク・ホーガンの一番ランキングって言ってんだからさ、やっぱりもうちょっとやっぱり突っ込んだりさ、してほしいけど、あ、はい、で流しちゃうじゃん。さっきの有吉清隆のあれなんですもさ、なんか何言ってんのこの人っていう感じで流すじゃん。ハルク・ホーガンの一番ランキングをいいでしょうよ。いや、いいですけどね。いいですけど、もう突然すぎてびっくりしたんですよね。あの辺がね、だからその、融通聞かないなっていうね。やっぱりすぐ言ってくれないと。歌はでもなかなかのこういう。歌はなかなか、まあ、ムード歌謡っぽい感じだったから、俺はそんな嫌いじゃなかったけど。あそこからやっぱりなかなか始まらないでしょ。名残雪を卒業のセリフから始まらない。普通もっと尾崎豊の卒業とか斉藤由貴の卒業みたいな、はいはい、卒業って決まってるやつになりますけど、はい、名残雪が卒業のワンフレーズから始めるってなか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 でしたけどね。まあでもまあ出入り禁止続くな。出入り禁止なんだ。はい。さあ、ということでね、続いてコーナーもやりましょうかね。はい。なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。ラジオの三平。かぶり物がよく似合う、ヤクミツルの野郎が、女性自身で、浅田真央ちゃんの今後についてペラペラくっちゃべってやがりました。彼女はチャラチャラした職業には向きませんよ。日本の顔として、日本の良さを伝えるような仕事をしてほしいです。あの顔立ちから一番適してるのは舞妓さんでしょうね。うるせえゴミ虫。質問マニアのゴミ収集家がいちいちシャシャリ出てくんじゃねえよ。真央ちゃんの顔立ちは舞妓さんじゃなくて大仏さんだろ。伊藤みどりのレオタードでしこって寝ろ。なんだこれおい。ゴミ虫って、まあゴミ虫だもんね。だもんでええじゃないよ。顔はね、ヤクさんの顔ってゴミ虫だ。顔そうだろ。あ、賢いからね。賢いから人間だけど、顔だけだったらゴミ虫だ。追い打ちなんで、まだってまずヤクさんがだって真央ちゃんの顔のこと言い始めたんだからね。これしょうがない。最初にね。うん。はいはいはい、しょうがない。ゴミ虫のみたいな顔してる。言われてしょうがないってこと。人の顔のいいこと言い始めたんだから。うん。ラジオのペケミニ。はい。フェラーリ最高。イタリア料理最高。でも、お前最悪。で、おなじみのベリッシモ・フランチェスコのパイパン好きのヘボ外人ですが、先週このコーナーでディスったことが耳に入ったのか、ツイッターで今度はこんなこと言ってました。ベリッシモの名言。愛のないセックスは虚しい行為。だが虚しい行為としてはなかなか悪くない。あれ？お前この前 AV 女優にセンズリみたいなセックスの暴露されてたけど、サルトルやプラトンにでもなりたかったのかな？たがってんじゃねえよ！愛情込めたセックスもできねえやつがな、何が料理研究家だ、おんだれ。料理は愛情！これが日本のゴリラみたいな顔した料理研究家が言った名言。風俗の行き過ぎで素人相手でもセックスの後金払わないとやった気にならないんだよね。これが日本を代表する芸人有吉様が言った名言、この野郎。そうなんだ。そのハゲ散らかした頭の中に叩き込むが、くだらねえごたく並べるのもな、かったるいセックスするのもてめえの国に帰ってからやれ。なんだこれおい。久々に僕の自分の名言、自分ね、すごい人がこんないい発言したんだなと思って読み進めたら自分だったから俺今感動したわ。自分で本当にこれ料理愛情はね、はい、神田川先生かな、はい、結城先生かな、結城先生だね、料理の結城先生、はい、
で、風俗の行き過ぎで、素人相手でもセックスの後金払わないとやった気にならないんだよね。これが俺。これが俺かっこいいな。かっこいいじゃない。あげとこうかっこいいパン。ラジオネーム、ジーザス・アベレ。有吉さん、超絶良心サイトこと、ヤフー知恵袋にこんな質問がありました。質問。デンジャラスの安田さんについてここで質問しても全く回答してもらえません。なぜでしょうか。ベストアンサーに選ばれた回答、地味、興味がない、知らないという人が多いからです。おい、なんだこの質問。ベストアンサーが本質をつきすぎてて何も言えねえわ。安田についての質問に回答が来ない理由についての質問にはすぐ回答が来るって、これグーネでも出ねえな。わかったぞ。こんな自明な質問をするバカ、それは鍋プロの職員だな。あれさ、これ戦争の幕開けです。キャプテン安田の指揮のもと、ゲスナー軍で鍋プロに攻め込みましょう。俺は死んでも後悔しないよう今から風俗で童貞捨ててきます。なんだこれ、置いて来ませんよ。まさか傷つけられると思わなかった。コーナーで傷つけられると思わなかったわ。ラジオの北京民族、はい、有吉さん、翼の折れたエンジェルこと大島優子ちゃんが陰毛の生えたエンジェルこと小島春奈ちゃんと温泉旅行に行ったらしく、2人でお風呂に入ったことや岩盤浴に行ったことをブログで報告していました。もし俺が温泉のおかみだったら、風呂の湯をペットボトルに詰めて売るのに、なんでここのおかみはそれをやんねえんだ、商売ベタか。何でも金に変える神田うのの爪の赤煎じて飲みやがれ。で、俺には風呂の湯を飲ませろ。排水口に溜まった毛も食わせろ。ついでに岩盤浴の岩盤もベロベロ舐めさせろ。なんだこれ、おい。なんだこれ、わかんねえよ。釣れてるか。わかんないのか、ほんとに。ラジオネームミスタータタ。デリヘル体験記より、デリヘル利用者のコメント。タバコ臭い、携帯の音消しとけ、仕事中だろうが、雰囲気ゼロ、店のコメントも信憑性ゼロ、美人ではない、田舎のヤンキー、論外、ただの地雷。満足点10点、発射回数1回。デリ嬢のことボロクソ言っといて発射してんじゃねえかよ。なんだこれ、おい。してんじゃねえ、文句言ってる。よくわかるな。俺もすげえ、すげえ嫌だった女だなと思って、もボーイさんとかが駆け寄ってきて、アンケートお願いしますって言ったら、ちょっとそこそこいい点つけてあげるもん。次行った時その子になんか嫌な顔されるの嫌だ。なるほどね。何それ。何それじゃん。体験記でしょ、だから。ラジオネーム北別府。バカ兼バカドル兼バカ妻兼バカママ辻のぞみさんがブログで娘の新体操発表会を見に行った感想を書いて上がりました。私、娘の演技の音楽がかかった瞬間に泣いてしまいました。で、演技関係ねえじゃねえかよ。そうやってお前みたいに何かにつけて感動感動言うバカ女ばっかだから、サムラゴーチみたいなペテン師に世の中ごと騙されるんだぞ。しかもなんだ、同じ記者にある同じ記事にある新体操クラブの集合写真、40人余りの子供たち全員目を線で隠してるじゃねえか。心霊写真かと思って背筋凝ったわ。こんな写真ならな、ブログにあげるな。その不自然なくらいでかい目ん玉から汚ねえよだれ垂らす前にな、薄っぺらい脳みそのフィルターで少しもの考えろ。今度こんなしょうもないブログ書き上げたら、目には目を、はバカにはバカを、翔英と池谷幸雄で旦那ぶん殴らせに行くからな、覚悟しとけよ。なんだこれ、よく見てんな、あいつのブログを。お前はブログをね、チェックしてんだね。一曲行こう。はい、それではそれ一曲行きたいと思います。ゴーリキちゃんの新曲です。ゴーリキあやめで、あなたの100の嫌いなところ。いや、言わないで。さあ、リーシュキサンデーナイトドリーム、あっという間1時間経過ということでございますけれどもね、はい、いや、ゴーリキあやめちゃんにあなたの100の嫌いなところ言われたら、もう俺もう死んじゃうわ。ああ、そう。うん。100個目言われたらね。100個目言われたら死ぬわ。そりゃそうだよね。っていう都市伝説あるよね。そうなの？ないね。ないでしょ。安田さんの嫌いなところ100個言おうかな。いや、まず。言わなくていい。ん？いい。
なんで言えるから、多分。多分時間内にすげえ早口で言いそうだから。そんな恐れないで。さあ、ということで、まあ今日は録音でお送りしましてね、ちょっとアシスタントのオーディションみたいなこともしてるんですけども、電話つないでね。はい、うん、全然だね、やっぱりね。やっぱりもう、あいつらとやっていくの嫌だなと思ってる。あ、そう。うん、俺は正直。こんなことならやっぱりなんか、本当にその素人の女の子、うんうん、俺のまあ知ってるその風俗嬢とかガールズバーの女の子とか連れてきてやってる方がいいかなって気はしてる。うん、まあ、それは画期的だけどね、うん、だってあれにし、あれにして最近ラジオ誰とやってるのって、いやなんか知り合いの風俗嬢とかガールズバーの店長とかとやってるらしいですよ、うんうんうん、って言ったらそりゃ画期的だよね。話は弾むからね、正直ね。正直ね、うん、やっぱり友達の方がいいもん、やっぱお話するのは、うん、分かってくれてるし絶対そう、自分のことも。滝沢のさっきのやつとかも最悪ですよ、だってガールズバーの店長なんて卒業ソング歌ってよって言ったらすぐなんかユーミンとか歌ってくれるよ。うん、なんかやっぱそっちの反応がいいと思うんだよな。まあだから安田さんでもまあまだもうちょっとあるから、はい、あれなんだけど、まあ来週だから通常の生放送ね、はい、やりますけども、どうですか、なんか いないな、オータブルでし、なんかいいやつとか別に、あんなんでみんな別に差し払う、差し払うとかもう来ねえんで忙しいから、あれもうスーパースター気取りだからよ。まあ一応センターだからね。大島だって前田だっていいんだけど、1位経験者みんなスーパースター気取りでよ、全然俺と接触を持たないじゃん。俺と接触持ってくれるのほんとガールズバーぐらいだぜ、あと風俗嬢とよ。なんだよ。いや、それもちょっと考えた方がいいんじゃないですか、じゃあ。画期的だから。それはそれで。だから前田敦子とか大島優子も風俗で働き始めりゃ俺のこと相手してくれるのかなっていう逆説的な。逆説的な。うん。いや、言ってんだよ。バカな話やめよ。これで番組終わるの？一部の地域の方もこの時間でお別れね。また来週も聞いてください。お相手有吉弘行と。デンジラス安田でした。この後も聞ける方引き続き。2014年3月16日日曜日、時刻夜9時を回りました。改めましてこんばんは、有吉弘行です。アシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送ではないんですね、今日は、はい、録音でお届けしております、サンデーナイトドリーマーでございますけれども、はい、録音久々かな、久々っちゃ久々で、お正月以来とかです。そうですね、仕事の都合でということで、まあ、特にゲストも呼ばず、まあ、ちょっとアシスタントの、まあ、オーディションみたいなのしてて、うちの若手にね、ちょっと電話をかけたりはしておりますけれども、はい、皆さんなんかありがたいことにメールもいっぱい送っといてくださってたので、読みましょうかね。はい、ラジオファンファン、FM 青森。有吉さん、僕はこの度野球の名門校に入学が決まりました。受験勉強は辛かったけど、1週間に1回この有吉弘行のサンデーナイトドリーマーを聞くご褒美のおかげで合格できたと思っています。これからは甲子園に向かって頑張ります。有吉さん、安田、ありがとうございました。これだからさ、どこツッコミどころにしてほしいのか分かんないけどさ、有吉さん、安田になったらもうそこにもう夢中になっちゃうからな。そこで安田さんだろになっちゃうから、そしたらお前受験勉強辛かった時はお前野球の名門校入学どうだこうだって言えないだろお前、一回話止まるだろよ。ここはお前グッと我慢して、有吉さん、安田さん、ありがとうございましたにしとりゃよ。受験勉強ほんと辛かったのねなんて言えんのにね、安田さん。怒られるよね。これは当然怒られるね。そ, ね、ね、そうだよ。だって野球の名門校なんてね、ちゃんと年上の人はさん付けしないと。しないといけない。バカだな。本当にもう無視無視これ。怒られた。もう報告してこないだろうな、もうな。合格の。大丈夫、ゆかっ、はい、今まで、うん、有吉さんと安田さんが、うん、恋人と、付き合ってきた中で、悲しかったこと教えてほしいです。悲しかった結果、DV をやったのかも知りたいです。
お二人の経験教えてください。よろしくお願いいたします。PS、有吉さん大好きです。どうですか、それ。あるか、そんなもん。DV はね。あるかよ。DV はないね。ないよ。DV はなくてもいいよね。悲しかったことを教えてほしいって。いや、悲しかったことは、だから先週、ほら、ちょっと話、話されちゃったからな。あ、下北沢の？はい。俺の年上の女の人ですよね。はい。あの人どうやって知り合ったんだっけ？何に知り合いだったっけ？飲み会を何回かやってた。一回やって違うルートの飲み会でまたいたんですよ、確か。それで、なんか、あれ？これちょっと運命かもしれないな、みたいな。うんうん、前いたよね、みたいなって、うんうんうん。それでいましたとかっつって、覚えてないかと思って、みたいな感じで話したら結構。安田さんが先に知り合いになったんだっけ？いや、同じですよ。俺と安田さん一緒の飲み会で？そうです。俺は先輩だったんだよ。俺年上だったんだ。年がちょっと上。あの人すぐ家入れてくれんだ俺を。いやもうそのいいよその話。いやで別に俺別に本当ない俺気がないから別にその人に。だから別に普通にじゃあ今酔っ払ってっからちょっと朝まで寝かしてくれよとか言うわけ。うん、寝かしてくださいよっつって。うん、あいいよ寝てなっつって言うから。うん、ちょ今ちょっと着替えるからこっち振り向いちゃダメだよなんて言って。うん、いや振り向きませんよなんて言って。でそんなの。俺はなんかちょっと俺も同じ方法で。うん、いやちょっとあれだもう帰るのしねえよちょっと寝かしてくれよって言ったら、うん、嫌ですって言われたけど嫌です。あそうだからやっぱ、ね、性的な匂いが強かったんだよそれそれで俺はやっぱりなんかほらもうやっぱり先輩に対するやっぱり可愛いやっぱ後輩みたいな感じがあるから、ああそうなのかな。で一緒のじゃ あお布団いないか一緒に寝る一緒の布団寝るなんて言われて、一緒の布団、うん、え一緒の布団？そうです。なんか何人かいて、もう一人劇団の何人か？劇団一人じゃないな、あれは。劇団一人だったら絶対ダメでしょ、あいつだったら。なんかあいつじゃないな、誰だろうな。大下、大下でもないな。誰かいたっけな。なんか誰かいたんだよ。誰か一緒に飲んでて、じゃあ三人でじゃあ止めてくれよっつって止めて、じゃあ下で寝て、じゃあ俺ベッドで。ベッドってシングルベッドみたいなところに、そうそう、じゃあ一緒寝るっていうから、あ、いいんすかって、シングルベッドみたいな、なんかあるだろそれは。いや別に俺全然気がないから、ちょっとケツ触るぐらいで。触ったのケツケツ触ったらなんか何にも突っ込んでこないから嫌だったね。嫌だったねじゃないよ。今聞いた俺の声を。俺はあれだよ、飲んでる時にちょっと寝た時にちょっと触ったことあるぐらいなもんだけど。ラジオの冬義務 FM 長野、芸歴26年安田さん質問、はい、大人として息子に誇れるところ何か一つありますかお前らがうすら笑いしてるとかね、そうやって質問してきた通りだよ。答えはね、ないよ。ないな。ああそうだな。下北沢の女にも振られてる。お前さ、ずっとさ10年以上の場合ほじくり返してさなんかちょっと傷つく感じやめてくんない？もうしょうがないよ、しょうがないな。まあそんなこともあるよね、安田さんもね。ありますよ。今は本当結婚奥さんしてくれて本当感謝よね、はい、安田さんみたいなおじさんと本当です。そこそこ若い健康な女性がさ、うん、結婚してくれて本当幸せだと思わない？うん、そうですね。妻に感謝の歌歌えな、本当に。ありがとうお前、お前なんて言ってごめんなさい。お前滝沢と同レベルだよ。もうアシスタントの能力バレた、滝沢と変わんねえな。バレた。Stay Night Dreamer Live on air。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とデンジラス安田がお届けしております有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、春のアシスタント優先オーディションということで、何人かのアシスタント候補に電話をして近況を聞いてみたり、とっさのリアクションをリサーチ、はい、どれぐらいの実力があるのか調べさせていただいております、はい、続いては新宿カーボーイの金清さんだそうですけど、はい、まあ、つまらないダジャレを言ったりとか、はい、うちの番組ではもうほとんど機能してないことで有名でございました、まあ、鶴瓶落としみたいなものがね、上木の上からドスンと
嘘のように落ちてきて誰かを退治してくれればそれが一番かなと思って、そんなピンチな場面もないもんですから、まあほとんど使い物になってね、置物とかしておる金清さんでございますけど、ちょっと電話してみましょうかね。はい、はい、金清ね、まあ実家がお寿司屋さんだったり、あと彼女最近できたっす、彼女できたって、来たって言ってましたよ。え、嘘でしょ、でまだ何もしてないって言ってました。できねえぞ置物だから。出るかな、出てほしいけど、うん、なげえな。あ、もしもし、もしもし、もしもし、あ、もしもし、誰かわかりますか。あ、ちょっとわかんないですけど、田中玲奈です。え、田中玲奈の、元気、田中玲奈の元気を出していきましょいっていう番組です。え、聞いてます。あ、聞いてます。女優の田中玲奈です。いや、違う、なんすか、違いますかね。よくわかりましたね。嘘ですよ。はい、実は、はい、ハルク・ホーガンの何でも一番ランキングという番組です。ハルク・ホーガンです。金清さん、はい、彼女ができたんですって。ああ、はい、できました。おいくつの方ですか。10万32歳です。おお、すごいですね。あと、どこでお知り合いになったんですか。あ、沖縄で。あ、沖縄で。はい。え、旅行にでも行かれてたんですか。あ、土屋さんと沖縄旅行、正月行かせていただいて。はいはい。そこで、ちょっと沖縄で出会った子。あ、そうなんですか。じゃあナンパしたような形で。まあ、ナンパではないですけど、まあ、ちょっと、飲みに行ったところにいた、まあ、方と、ちょっと連絡先を交換しまして。うん、でも結構10万32歳だと結構年上だから、なんか話とか合います。なんか それはもう全然スルーしてもらってよかったものなんですけど。いやいや、スルーできないでしょ、すごい年の差ですから。すいません、これなん誰ですか。あ、いや、誰かどうでもいいんですよ。ハルコーガンだって僕は名乗ってますから。あ、はい、ええー、話合いますか。どんなお話されてるんですか、そんな年の差で。年の差で、いや、まあ、まだ続いてるんですね。うん。あ、いや、いや、いろいろ、昔はいろいろ大変だったとか、うん、まあ、10万年前は大変だったとか、うん、そうですね、象が、うん、なんか。それ本当ですか。いや、すいません、これ、いや、すいません、いや、ごめんなさい、嘘です。お互いね、嘘をやめませんか。これ、なんかこれ、ありましたんすか。そうです。ね、なんか、有吉ひろゆきの、はい。何でも一番ランキングという番組でございます。いやいや、何すか、その番組。卒業おめでとうございます、金清さん。え、卒業おめでとう。卒業、何なんですか。いや、何も卒業してないですよ、僕。いや、何も卒業してないですよ。今、何か卒業したいこととかありますか。卒業したいことですか。うん。いや、まあ、この、売れてない状態から早く卒業して、っていうのはありますけど。はい。何か間違ってますかね、僕。いえ、大丈夫。なんか最近新しいギャグとかございますか。あ、ギャグですか。あ、なんで聞き返すんですか。聞こえてるでしょ。ちょっと力くださいよ。いや、今考えるもんじゃないでしょ。すぐとっさに出てこないですか、ギャグって。いや、とっさに出てきますけど。金清さん。はい。卒業おめでとうございます。すいません。何の卒業ですかね。ちょっと別に僕、卒業したって覚えはないんで。どういうことですか。
わかりました、金木さん。一発ギャグ、ちょっとお願いします。あ、ギャグですね。ギャグですねってなんで聞くんだよ、てめえ。最近一瞬僕の中で整理させてくださいよ。どうぞ。あ、わかりました。めん玉をくりくりくり、それを頭に乗せて空を見るっていうやつが最近あるんですけど。おう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 。受ける？いや、まあ、今受けてないんで、受けてないんでしょうね。じゃあ、金城さん、受けるやつやってください。受けるやつ、はい、受けるやつ。ちょっとわかりました。ちょっと受けるやつですね。じゃあ、わかりました。鼻毛を引っこ抜いて、それを耳に持ってきたら、耳毛。それは鼻毛じゃない？いや、じゃあまあ言っちゃう。いや、まずや、そう、いや、持ってきたら耳毛になるよっていう。説明。これちょっと、ごめん。金清さん、これちょっと一つ最後聞きたい。え、何ですか？北海道帰ってます最近。北海道、いや、最近、まあ、そんな聞きたいことでしたか。10月ぐらいに、はい、ちょっと帰りましたけども。はい。いや、ちょっと何ですか、聞いといて。いや、芸人さんですけど、ちょっと多分もうちょっとなんかエピソードあると思いますけど。あ、北海道帰った時のですね。なんで聞き返すんですかね。一応ちょっと確認だけ取らせてもらって、ね、確認だけ取らせてもらえればなと思って。いや、北海道帰った時に会いましたよ。あまりにもですね、まあまあ、その当時、まだ、彼女はできてないので、で、あまりにも僕は彼女できないもんですから、で、うちの親が、おもむろに、いやー、浮いた話全然ないけど、もしかしてお前、あっちの人じゃないよね、って。もしもし？はい。あ、聞いてくれてますかね？ええ。どうぞどうぞ。いや、男好きじゃねえかって。いう感じなことを言われて、まあ、彼女がしばらくもうできないと親も心配して、ついにそっちの方を心配しちゃうんだなっていう、エピソードですけど、うん、はい。はい、ありがとうございます。いや、金城さん、卒業おめでとうございます。私は何を卒業したんでしょうか。ちょっとじゃあ卒業ソング一曲だけちょっと一節お願いします。わかりました。私はこの地から旅立ちます。ありがとうございました。ちょっと待ってください。もしもし。さあ、東京半蔵も JFN スタジオからお送りしております、有吉の木サンデーナイトドリーマーですけども、金井清もひどいでしょ。だからほら、結局超つまんねえんな。卒業おめでとうって言ったらさ、卒業どういうことですかとか、ああいう人もダメね、瞬発力ゼロなんだ。あれ寝てたんですかね。いや、寝てないでしょ。彼女いくつって言ったら10万32歳って。それはあったんだね。あった。それは引き出したけどあったんだね。本当って聞いたら嘘なんだもん。びっくりするよね、でもね。10万32歳って言われたら。うちのね、やっぱりね、はい、後輩やっぱり多いのはね、はい、やっぱりね、やっぱ聞き返すね。あ、遅い。やっぱすぐ対応してくんね。はいはい、田中玲奈元気出していきまっしょいのラジオやってんのにさ、田中玲奈ちゃんの声聞けたって喜んでくれないんだもん。嘘でしょって言っちゃうのよ。ついに春高が出ちゃってよ。こっちも対応力ないから。まさかの春高が再び。だめだな、もう怖いよ俺、あんな奴らとやっていくの。まあいっか、まあじゃあまあとりあえずメールも来ております。はい、いろんなの来てるけど、どうしようか。一回これやろうか。じゃあ、ラジオネーム、ハティの、FM 宮崎、はい。ワールドカップまであと100日切りました、うん。そこでどこが優勝するか予想してください。ちなみに僕の予想、スペインです。スペインですって言われてもね。
ああ、そうだ、じゃあフランスかな、とかね。イタリアかな、っていう。まあまあそうです、ね。何にも話は弾まないよ、これ。バカなこと言うね、本当に。なんとかで、はい、無敵艦隊のなんとかで、はい、なんとかでスペインですとかやっぱり言ってくれないとね。うん。ただ、僕の予想スペインですって言われて。それで話振ったつもり？いい加減にしてよ、本当に。地元なんでブラジルですとか。とかね。嘘つけ、日本だろ。なんかあるもんでね。僕の予想スペインです。何こいつ。ネクラ？サッカー好きだっていうネクラなんじゃない？気持ち悪い。安田さんどこ？やっぱ日本ですかね。なんで？いや、地元だから、俺の。俺の地元だから。あまあね、うん。いや、それはまあ希望的観測でさ、やっぱ分析とかいろいろ実績とか、うん、今シーズンの調子は、うん、まあいろいろな世界的なリーグのデータを取ったりして、うん、その上でどこよ。ブラジルです。すいません。日本で言ってごめんなさい。うん、ちゃんとしよう。な、うん、しような、うん。俺はよくわかんないサッカーは。わかんねえのかよ。言わねえのかよ。ラジオネームニューマン。FM 長野。有吉さん質問です。最近ツイッター上で七尾さんと仲が良さそうな気がします。もしかしてそういう関係なんですか？詳しく説明お願いします。あまあでもこれは俺はずっと昔から言ってるけど、俺すべての共演者でやっちゃうからね。やっちゃう、うん、全員と、もう男女問わず。どこも、うん。だからそれはもうこれ、こんなこと言われても困るんだけど、ただまあ、こういう風に、まあやってるとさ、はい、勘違いしてて笑っちゃうのがやっぱなんかあれなんだよね。ツイッターで送られてくんのよ。私有吉さんと結婚したいですとか、なんかそれはもう当然そのおちょくられてるっていうのは重々分かった上でなんだけど、そのある中結構切羽詰まったようなのも来るのよ。なんか私は本当に料理が上手で、なんか今真面目に働いてますし、私有吉さんのためなら全てを投げ打ってもいいので、うん、ちょっとお付き合いしてくれませんかって来るのね、うん、ツイッターでそんなこと言ってる時点で狂ってるし。それでは曲いきましょうか。今の発言にぴったりの曲でございますね。This month's assistant. Dangerous.東京半蔵門 JFN スタジオから有吉ゆきとデンジラス安田がお届けしておりますサンデーナイトドリーマー。はい、今月のアシスタント安田和弘さんにね、ちょっと、やってもらってるコーナー。はい。女子。女心やですね、女性のことを知らない僕安田のためにですね、女性リスナーが女子について教えていただけるという企画でございます。なりすましは絶対に禁止ということで、うん、みんな本当に女子が送ってくれてます。はい、はい、ラジオネームね、ホラ吹きホルン吹き、はい、ねえ安田知ってる、羽生結弦選手のファンの間では、うん、語尾に、うん、羽生ってつけるのが流行ってるんだよ。例えば、うん、おはにゅとか、うん、おやすみはにゅっていう感じかな。安田も語尾に、うん、はにゅってつけるともっと女子力アップしちゃうと思うよ。これ本当になんかいいな。初めて本当のなんか女性から来たんだ、はにゅ。下手だな。違うんだよね。可愛い感じ。違うんだよ。ありがとう。お礼言ってごらん。わざわざそんなの送ってくれてありがにゅ。どうもありがにゅ。ありがにゅ。わざわざブス黙ってろ。ダメだなお前みたいなブスは。ちょっとハードル高かったな今のはな。女として女として見られてんだ俺。ラジオネーム竹井恵美。あら、この女の子。
はい。かわいい名前。安田さん、はい、女子は初対面の男の人に、うん、お前って呼ばれるのがすごく嫌なんですよ。うん。教えてくれた。やっぱりそう、それはね。わかる、知ってた？それはなんか嫌うっていう。お前も嫌？いやあのだから今もうそのお前っていうお前さんとかつけてくれればもう全然もういいけど、うん、やっぱお前とかって言われるもう言っちゃうお前はなんか言っちゃう女に言っちゃうだろ年下の女とかだとお前言うもんな言っちゃう切られるぞ、うんうん、言うなよだ絶対もう言うじゃ言うお前みたいなもんがもう言うなよお前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 ってラジオネームアハ体験はい女の子は毎日甘いものを我慢したり、うん、寝る前はアロマを焚いてリラックスしながらリンパマッサージしたりでとっても忙しいんだよ、うん、だから安田も奥さんの家事や育児を頑張っているババアの足をマッサージするとかやってやれよな頑張れよああそれ女の人の文章ですかそれ女の人の文章ですか本当ですかお、はい、どうですかやしてますかはい、まあ、家事手伝ったりしてる？結構手伝ってます。何やってんの？いや、いろいろやってます。いろいろってなんだよ。朝起きたら、子供の相手、朝、午前中するの僕ですから。あ、そう？それの担当ですから。あ、相手するってどう？いや、だから子供が起きちゃうのよ。うん。子供がだから、もう7時か8時ぐらいに必ず絶対起きるんで。サラリーマンかよ。リズムね、リズム。子供のリズムだから。どうしてもそのいくら遅くまで起きてたとしても、うん、その時間に起きなきゃ、うん、もう子供ほら奥さんも奥さんで夜中ミルクあげたりしてるから、うん、その代わりに俺が受け取って、うん、で午前中ぐらいは結構相手にしてますずっと、うん、あとなんかやってるのそのドブ掃除近所のドブさらいとかやって近所のドブさらいはやらないけどなんでやんないのやれよいやあのなんかあんまり頼まれないしあと自分でやんないとあと近所にドブがあんまりないですよ、ねじゃあ家の周りにドブがないないのうん、そんなとこ住んでんだなんかわかんないけどうーんじゃあ近所のババアのあれ足のマッサージとかしてやれじゃん近所のババアの看板出して道に道ねうん下北沢の赤ひげみたいに道にベッド作ってさあ、うん、無料っつってそうするとだから趣旨変わってこないなんか商売みたいなその方がモテそうだよだってえ、ま、マッサージとかやったらもういいよっつっていやでもそれ商売でしょで赤ひげの親父でしょラジオネーム、はい、うさぎ姉さん、はい、あこれ女の子だね、うん、女子のコーナーで、便所虫系の女子にもチャンス到来って感じで嬉しいです、はい、やっぱり有吉さんは素敵なジェントルマンですねラブラブチュッチュということで早速安田さんが奥さんと喧嘩しごめんなさい早速安田が奥さんと喧嘩安田さんって書いたんじゃないの早速安田が奥さんと喧嘩しないようにアドバイスをしてやりたいと思います、はい、女子は子供を産んでお母さんになったとし、なったとしても、うん、旦那さんにはいつまでも女として見られたい気持ちが強いです、うん、例えば奥さんがヘアスタイルを変えたり等のちょっとした変化に気づいて褒めてあげることが夫婦関係良好にすること秘訣だと思いますよ、うん、独身の有吉さんの前でのろけたりするなよ気をつけろよ安田え、これ本当の女なんじゃない気持ち悪いなちょっと待ってちょっと待って何それえ、そま、え何それじゃあ何今までは全部男なのいや違う違う。違う。そうじゃないんだけど。何違う。これ女が強いなと思って。特になんか女子してる子だな。いやだって女子力でいいんでしょだって。いやだちょっと女子が強いなってこの子。この子は女子じゃなくて女子になってる。なんだろそれ。難しいじゃん。わかんない。安田さんにはわかんない。ラジオネーム満腹亭アワビ。あ、そうなんだ。どうも、ペニバンを履いている女子です。そんな違いだろ。我々女子は、休日大抵ショッピングに出かけパンケーキを平らげます。ベリーがたくさん乗ったパンケーキが大好きで、この間なんて17枚平らげちゃいましたよ。有吉さんとも食べに行きたいな。なんて、うふふ。あい、おい、安田、お前は汚いおっさんだから一生パンケーキ食うなよ。もう、あれだろ。もうだいつものやつだろそれいや満腹亭稲荷さんっていう人いるんだけどこれはこう違う満腹亭アワビさんだからいやいやだから稲荷だろだから稲荷はアワビだろだからそまた下品なペンネームだよねまたラジオネームもうじゃあ疑うなら次行くラジオネームぶりっこダッヒーちゃん女子、
私は中学から女子校に通ってて、今は女子大生の女の子です。安田は女の子のことを分かってねえから、私が女を教えてやるから、ごたごた言わず、耳の穴かっぽじってよく聞いてろよ、このうじ虫野郎。女の子はな、胸があるせいで肩こりがひでんだわ、マジで。だから奥さんには肩もみぐらいしてやれよ。共演者やスタイリストにやったらセクハラだから勘違いすんなよ。頑張って女知れよ、安田。本当に女の文章なんですか。女なんて性別女。性別女。初めて性別見せてくれたから。汚い文章だね、本当に。どうですか。やっぱやっと、やっと肩もみしてやってる。肩もみはちょっと自分も肩こりなんでなんかあんまりしなかったりしますね。なんでしないのよ。かわいそうじゃん。うん、そうね、そうですね。そうしないとダメよ、離婚よ。いやいや、そんな極端じゃねえだろ、だって。うん。いや、まあそうですね。じゃあ、それはもう本当にやろう。なんか嫌々じゃない？積極的にやってあげないと。いやいや、やるやるやる。やりやるじゃ喧嘩よ。やりたいじゃないと。まあ、肩揉ましてくださいよ。そうよ、肩揉んであげたくなっちゃうなんだから。ああ、そうするとね、女の子。俺なんでそうぞ。独身のお前にそんなことまで言わなきゃいけないの。ダメだからだよ、お前が。女のこと分かってて、俺だって結婚してんだから、お前のが分かってる。奥さんが我慢してくれてるいい女のだけだろ。なあ、奥さん。何、奥さんに対してはいい顔して、なんか。レッツゴー万引きウーマン。Gメンだろ、それ。それ知ってるわ、そいつ。違うのか。もうちょっと変えてこいよ。じゃあ。私、今年で32になるんですけど、やっぱり女子って漫画に出てくる王子様みたいな男の子が好きじゃないですか。少女漫画の人みたいに目にたくさん星が入っててキラキラしてると好きになっちゃいますよね。今月のアシスタントの吉田でしたっけ？そいつの目って暗闇の色をしてて本当気持ち悪いです。そんなことないです。吉田にもキラキラしたお目目でラジオしてほしいから、ね、今すぐスプーンで眼球えぐり取って目ん玉の代わりにキラキラしらしたスーパーボールでも詰め込んでほしいな。よろしくお願いします。あれ、目ほじくり返してさ、頭の上につけて上見てやったらどうだやったらどうだじゃない。金清みたいに。みたいにじゃねえんだよ。よくギャグ覚えてたな、お前。意外と気に入ってんじゃねえかよ。以上。はい、以上。Stay Night Dreamer Live on air.Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. さあ最後、替え歌のコーナーです。はい、今週の課題曲はこちら。はい、プリンセスプリンセスの M でございます。なるほど、わかりました。お願いします。ラジオネーム、バスケットカウント。はい、五木ひろし感謝されて、おなじみの顔で笑った。誰にされたんだよ。それは森さんです。森さんでしょ。そうなんですか。ラジオネーム三平。バイト初日で辞めちゃった。疲れることが怖かった。クソ野郎じゃねえよ。クソ野郎よ。なんでよ。応援してやれなんかね。疲れやすいんだねっつって。疲れやすいんだねって思うよ、俺は。また頑張ろうね。そうよ。安田さんやっぱりね、女だけじゃないわ。人に優しくないわ。俺と違って、やっぱり。そんなことないわ。いや、これ疲れることが怖かったり、やっぱダメだなって言っちゃうんだもん。そうなんだ。うん。俺疲れやすいんだねって思うよ。ねえ、ラジオのカラフルアフロ。左右のケツ叩く音で、ベートーベンの大工を奏でる。うん。あんま叩きすぎるなよ。痛くなっちゃうからな。ラジオネームたけみ。バスに乗ったら長かった。飛行機だったら短かった。だって、はい、だってじゃないんだよ。だってって言われても大丈夫。夜嫌いの夜行性。
三谷幸喜はどこですか。鍋プロ芸人じゃなかった、三谷幸喜さん鍋プロじゃないよ、どこだっけな、ソニーかな。あ、そうなんですか。しょうかな、バイキングとかと一緒かな。ラジオの不要義務。ニトベイナゾー丸メガネ、ブスにはハードル高いよ。確かに丸メガネが流行ってるからっつって丸メガネかけるブスの気持ちわかんないなんかこの前ヒルナンデスが三色ショッピングっていうやつやっててさ、なんか別にまあ別にブスじゃないんだけど、なんかも読者モデルみたいな連中がさ、丸メガネが流行ってるっつって丸メガネかけてんの全然似合わねえの、かけたらブスに見えんのそれなの可愛いでしょみたいな顔してかけててさ、なんだこいつらって言ってやったよ、ニトビ稲造か言ってやったよ。ラジオネームリックンリックン。富士山登頂成功してすぐさまスマホの動画でしこる。わかるね。わかるのかよ。でもやっぱり、でも世界遺産に富士山登録されたからやっぱり人多くなってきたから、そういうことも絶対無理だよね、はい、いやいやそういう問題じゃないでしょ人が多いからとかじゃないでしょそういうことじゃないでしょ、もともとダメでしょ。ラジオネーム満腹亭稲荷。ブスも一緒に歌おうよ、We are the world, we are the children. ラジオネーム満腹亭稲荷。満腹亭アオビちゃんのお兄ちゃんなのかな。いや、稲荷だよ、さっきのもん。居眠りする女子高生、よだれを舐めとっていいですか。わかんないかな。ラジオネームにゃんころもち。泉ピン子の顔の中にもち米詰め込むお仕事。どれぐらいもらえるんだろう、やりたいな。もらえるか。もらえるか、そんなもん。ラジオネーム、ドグサレヒューマニティ。いつも生意気、久米宏し、可愛げのかけらもなかった。そりゃそうだ。夏だね。ラジオネーム、暴走三輪車。ピンクローター突っ込んで、隣で笑っていますよ。切ないね。まさに M っぽい歌でしたけど。以上で。曲決める。はい。うん。曲来週のですね。うん。はい、曲決めちゃおうか。なんかあるかな。何にしようか。うん。資料だと、アンジェラアキさんが。ああ、そうか。無期限で休止ということで。ああ、やろうか、じゃあアンジェラアキ。アンジェラキにするよ、じゃあ。俺知ってんのあれぐらいだわ。なんだっけ、あれ、背景。背景、この手紙ってやつです。手紙ですね、じゃあ。ん？手紙。うん。背景15の君へって。うん、それにしようじゃあ。あのさ、前さ、俺歌いたいんだっつってたよね。うん、俺あのホールで歌いたいんだみたいな。いやだって安田さんが今ちょっと先に歌ったから俺の歌をそれでか。そう、あごめんなさい、それはそれもうちょっと歌えないじゃん俺いやいやでもほらもうなんとなくでしか俺は歌ってない、本気では歌ってない。知ってんのにやっぱ知らないふり しようかなと思ってたからいやまあそれだったら歌っていただいて大丈夫ですよ。そのいやいやちょっとよくわかんないんだよなこの歌な。なんか手紙手紙、うん、背景、はい、いや、まあ、なんだろうこれわかんない、知らないんだよな、どんなんだっけ。一応背景この手紙ちゃんと歌うなってちゃんとするちょっとで俺もここまでぐらいしか知らない。知らないの、はい、あとなんかあるよ。レミオローメンって久々に聞いたの。レミオローメンって今どうしてるの。活動休止。活動休止してる。休止してる。してませんでしたっけ。
してない、活動してない。してないんだ、今。活動してないですね。あ、そう。久々に聞いた、確かに。3月9日。3月9日。卒業シーズンですからね。うん。3月9日ってなんだっけ?3月9日ってなんだっけ何だったっけいや、3月9日はもうあれですよ。大好きなサージリーリカの。あ、そう。アナルを閉じれば、チッポが、うまく、スムースに入らないから。メロディーは合ってるよ。メロディー合ってる。メロディーは合ってるよ。変えちゃダメよ、だから。だからこう素直に歌うんでしょ、これ。いや、だからそうだと思ってよ。アナルを閉じれば。何の日だよ、じゃあ。3月9日って。アナルをって。字の。アナルの記念日か、これ。いや、わかんないけど。わかんないけど、そうなんじゃないの。その卒業じゃないの。違いますよ。瞳を見ようぜ。瞳を閉じれば、アナルが。あなたが。瞳を閉じればアナルが見えないから勘違いして、まあそっちに入っちゃうこともあるけど、それはそれでまあそっちの方は卒業ってことになりますけどもっていうみたいな。背景、こないだはアナルの件ですけど、いつの間にやら入れましたね。Stay Night Dreamer Live on air。さあということでじゃあ来週変わるとじゃあそれにしようかじゃあ3月9日あレミオロメンレミオロメンはい、アナルを閉じれば何かがのやつねのやつじゃないですけどね、はい、ということで、はい、まあそちらをメールフォームからチェックして送ってください、はい、ぜひぜひ、どこの部分かはホームページに書いてありますので、うん、チェックしてください、はいはいさあということでまああの録音でしたけれども2時間がもう終わろうとしておりますけれども、うんはいどうでしょうかねアシスタントの連中はあれ全員不合格でいいですかいやでも杉は多分きっと手応えあると思いますけどね手応えあると感じてんのかなあいつあるともツイッターにきっとだって今日はいい仕事ができたとか、うん、できてねえわ一番立ち悪いなそれ反省しねえんだもんあれでよかったと思うんだったらダメだよあとなんかいないのかね太田プロ新人とか太田プロ入ってないのかなんか新しいなんか新しく入ってんのタイムマシン3号タイムマシン3号あ、はい、デブとデブとしゃくれか あとはなんかいないのかあとは誰ですか、ね、あとはいないですかねあとはあれだお姉のナジャグランディーバだあれ他の番組でやってるからいいやあの人はあとはあとは誰だ山本関西まだいんのかもう鶴太郎も国子もいるなでもああ鶴太郎と国子あれパックにして呼んじゃうかなあもうだいぶ春で疲れてますね、うん、さあということでもうお別れしましょうかね、はい、もう来週もいろいろください生放送復活しますので、はい、ぜひぜひということでおじゃあもう終わりでいいなああそうですねああ俺の歌流してくれなかったからな今日はちょっとあの本当曲流せなかったですなら、うん、来年、うん、来週は必ず流していきます、うん、大空と大地にして、ねうん、大空と大地の中で大地の中でな、はい、来週流したいと思いますじゃあありがとうございましたありがとう、はいうん、お相手は松山千春と、鈴木宗男でしたまた来週